からプッシュできる。できますよ。取るなら取るって言ってください。プッシュしました。できてねえじゃんこれ。どうも。結局外してるじゃん。温めました。じゃあ大好きなパークへ早速行こうと思います。ちょっと早速ウェアスライドできたんじゃないでしょうか。皆さん、ウェアスライド第2作です。記念すべき。こんなはずじゃなかったのに。想像してたけどね。ボックスのサイドイン。やってじゃあサイドインしたことないんですけど、やってみます。いやいやいや、普通に真ん中いいんだったよ今。端っこから入ったらサイドインってわけじゃないよ。ボックスとかレールがあったら、こう横からこう乗るの。こうね、こう乗るのが、まあ、サイドインなんだよ。で、今のは真ん中の端っこから入っただけ、あれね、真ん中インっていう、真ん中イン、サイドからこう乗るのがサイドイン、ね、真ん中からね、隅っこだとしても真ん中から乗ったら真ん中インっていうんだよ。違うんですか、こう、違うんだよ。隅っこはサイドじゃない。真ん中の隅っこっていうだけでサイドじゃないんだよ。今日いいお勉強しました。皆さん覚えておくように。やったじゃん。やったじゃん。やればできる。やればできるね。すごいすごい。すごいすごい。マジすごい。すごいすごい。よし、このままダウンボックスに行け。ダウンボックスだ。ボックス全部流した。やったー。マジすげえ。マジやべえ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。生を見つけたらどのように遊ぶのか皆さんにお教えしましょう。ありましたよ、木玉が。事故。大丈夫か？事故。ぜひ一緒に滑りましょう。12月からゴールデンウィークまで営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ。 B
ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ライター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ。Who was that? スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。